こんにちは、イクです。追加ミッションのマルチプレイでございます。前回、あ、ミッション6の方、ちょっとハーデストからやり直そうかな。ミッション6でつまずいたんだけど、ちょっとね、昨日やってみたらいけちゃったんだけども、ちょっと YouTube のこそアーカイブの方ではクリアしないことになってますので、もう一回行きましょう。というわけでマルチのお部屋募集中です。ちょっとマルチプレイだとハードだとぬるすぎるかなって感じで、ハーデストで行こうかなと。インフェルノになると今度は死にまくってしまうので、程よい難易度がハーデストかなっていうことで。武器レベル上限が3なので、一応アクセサリーも3には設定したんだけどね。あとは人来るの待つだけ。この前ここのミッション6難易度ハードでソロで行けたんだけど、今度はハーデストになるから、誰かマルチで来るとはいえ大丈夫かな大丈夫かな。ちなみにブラザーは、忍者ブラザーまだまだ育て中、アーマーが足りない、そんな状況。リバーさんハロン、そしてこっちの方もハロン、やーん、よろしくお願いします。みんな早くこっちだってチームになってる。バフ効果付きのメンバーが3人ってことね。インフクリアしました。おお、昨日なかなかいけないって言ってた、おめでとう。今日できれば最後の方までいけたらいいな。ミッション全部で11あるらしいんだけど、この追加ミッション6から一気にいけたらいいな。あとは人が集まるかなっていう大問題。ほんと今デジボック地球防衛軍マルチが一気にかそったのがね、やばいね。ちょっと期間空くだけで誰も来ねえっていうね。まあ追加ミッションこの前で出たから、まだちょっと人戻ってきた感じはあるけど、本当にちょっとしかいないからな。あとスイッチと別々になっちゃってるのがね、スイッチとプレステ4と両方クロスプレイできるんだったらいいんだけど、そういうわけでもないしね。編長さんいらっしゃい。売れてない。スイッチ版のは売れてるんだけど、こっちのプレステ版がね、動いてない。売れてないらしいよ。まあ、もともとスイッチ向けに出す予定だったんだろうしね、新しい EDF の開拓ということで。プレステ版はまあ、ついで知らんけど。知らんけど。どっちがついでかは知らんけど。まあ一応、新しく EDF のことを知ってもらえたっていうお仕事はちゃんとこのできたと思うんだ。この地球防衛軍、デジボグ地球防衛軍、そっちの面に関しては失敗はしないと思うんだ。ただ細々としたオンライン関連のね、エラーとかバグが多かったのが、もう一気に人離れてしまったっつうのがね。あとまあ本家ファンの人からすると、デジボクの方はどうしても何かが足りないって感じで、そっちの方もすぐに人離れてしまったっつうのもあるんだろうね。こっちはこっちでまあ本気にはない楽しさあるんだけど、あんま本気に寄りすぎてもただの本気の劣化版になってしまうしね。アイアンレイみたいに差別化はできてると思うんだよね、こっちの方。さて今日は多分この3人のメンツで行く感じになるかな。連続オンライン協力で弾かれるバグがな、そうなのよ。途中でエラー落ちっていうのがね。絶対1時間に1回は必ず来るんだよね、ほんと。そこは一気に泣いちゃう様子ではあるよね。どのどん本気よりもえぐい。ほんと本気よりもマップが狭いから、こう引きつけてうんたら、逃げながらうんたらっていう戦法ができない分、本当えぐいよね。本家の方だとマップが広いから、こう高機動できる兵家で逃げつつ倒すっていうのはできるんだけど、デジ僕はマップが狭いからそれができない。ひたすら物量に抑えて死ぬって感じになりそうよね。そして今日うまくいったら、その最後の
物量がエグいと言われてる最後のミッションギターいいな。というわけでみんなの準備待ち中です。ではみんな準備 OK できたので行きましょう。ミッション6ハーデストはなんだかんだこれが初めて。バラクの4体同時いけるかな。2番さんとかファイフェンサー10万 HP ビファーナビオンもパラオディもアルフェン6万すごい10万ってそうですね。バラクですね。コマンダー、いや先に回収しようかな。今のうちに回収しとこう。ところで先輩、秒速要塞の行方は分かってるんですか。バラクが4体来たら回収やってる暇がない。今のうちに回収。先日の戦いで突然姿を消して以来チームは捜索。一瞬焼かれた。消えた時ひどい嫌な感じのモヤモヤに包まれてましたね。ええ、嫌な予感がします。なんか一品版コスト側狙ってきてるようなのがこっちに来てるような気のせいか。よしこれで全員かな。あと武器箱の方はどうなんでしょう。マップにはあ武器箱行ってくれてるね。これで全部だね。やっぱなんか私の方になってきてんな。やめてやめて。中距離ぐらいがちょうどいいかもしれない。近づきすぎても離れすぎてもダメだ。でちょっぴり、自己再生できるほどのゲージを確保しましてと。このぐらいの距離がちょうどいいかな。そこからが問題。バラクの反応が消えました。少々回復をください。どうします。あとはちょっと残しておこう。これはさあここからが問題。巨大な反応がいっぱい来ます。任せてくれ。なんて数のバラク。先ほどの一体は石膏だったのでしょうか。炎は結構飛んでくるんだよな。で一番近いやつからいきますか。何も知らないマサイル遠くから。あれさっき届いた回復アイテムがもうない。もうない。いい炎だらけ。構えると囲まれてる。囲まれない位置に移動しないとまずいな。本部からの通信です。対
ちょっとこっち来るらしい。こっち来るらしい。まもなく到着します。あれは？そう、あれこそが我らの EDF の心づくりこっち来たー。その名も歩行要塞バラムです。おー、バラム乗っていい？乗っていい？次の弾、歩行要塞バラム起動しました。兵長さん乗った。兵長さん容赦なく乗るな。近くにいる、危ない。もうちょっと全体見渡す位置にないと。この辺かな。おー、癒しありがとう。おー、こっち来た、こっち来た、こっち来た。あと2匹。なんか残り1体なかなか止まれないね。残り1体ないと体力上がるとか。バラム壊れた。止まったら相打ちだった。ナイス。やっぱハーデストくらいがちょうどいいかも。どうですか？やったか、やったよ。やったよ。これならきっとやったよ。私の撃破が可能なはずです。歩行要塞同士の対決ですね。あとはスカウトチームの四つ足発見の連絡を待つばかりです。自己再生。やらせに死ぬぞ。ビークルにもこの爆効果って乗るんだろうか。試したことはないんだけど。スラスター、今回だけは特別に感謝してあげるわ。分からんね、本気だと確か乗ったよね、バフ効果。なんかやったら双葉、リホ、水着が出るね。インテグラルレイガーも使い物ならないから出てもあんまり嬉しくないな。キャラ的にもあんま使わないしな。そしてまたウィザードビートル、しつこいほどウィザードビートル。かぶるー、超かぶるー。あ、ここからが初ミッション。ミッション7、空爆。ヨーコマン、久しぶりだな。カウボーイブラザーのジョーだ。気づいたんだ、このミッションパックで俺の出番ないってな。気づいたんだ。だからここにお得なメッセージを残しておくことにするぜ。このミッションは射程長い武器かミサイルがおすすめだ。ヒーハー。だってリバーさん持ってなかった。そうだね。なんか私の被るんだよな、新しい武器が。やたらめったら被るのよね。さて、長距離の武器、
コロニストもちょっと帰るかな。スキル的に、長距離ロケランぐらいしかないかな。特殊カトゴリーはちょっと空爆カエルが空爆を要請するっていう。まあでも悪くはない。でも飛んでる敵だし当たりにくいか。やっぱ空爆はなしかな。ウィザードビートル意外と射程は長い。だがしかし、いやしかし、やっぱロケランにしようかな。スナイパーまだ持てないしな。あ、ちょっと待ってね。250あればもう問題ないかな。反動ない方が個人的には、歩くキャラクターはあんまり反動ない方がゆっくりでいいよ。ごめんね、ちょっと待ってね。無難にキュロス持ってっかな。精度トリプル A のこっちにしようかな。でスターダスト180ちょっと微妙か。ジェットインフでもかなり活躍できる。おお、もう飛べるキャラクターでアーマー高いのジェットしかいないんだよねこっちもスナイパーにしよう。でミサイルこんなもんかな。刀装備で高速移動、そんなテクニックがあったわね。それは知らないな。刀っていろんな刀あるけど、どの刀かな。忍者ブラザーの方かな。刀のやつってことはマジのもんの刀だね。ノラザーシアの方かな。敵の戦力を撃破してください。また見たことのない敵がいますよ。ちょっと今のうちに回収しとこうかな。インベーダーのインペリアルガードです。インペリアルガードいたな。強そうな名前ですね。でもインベーダーだからちょっと違うやつかな。なんかフォーカー5にもインペリアルガードっていたよね。危険です。建物を有効活用し安全なところから攻撃してください。じっと見てるとなんだか目が回ってきました。回収は順調。おかえりなさい、ご主人様。任せてくれ。あともう一人がなんかだいぶ遠いとこにいるね。これで最後。武器箱も回収したし、行きましょう。おい、視界に当たった。これはちょっと引き寄せた方がいいってやつかな。でい、ちょっとだけ。すごい身長めっちゃ身長。ふわふわと落ち着きのないやつ。行った瞬間ガクって高度下がるのはなかなか珍しいね。任せてくれ。
ここは本当釣り戦法がアンチだね、アンチというかアンチの策だね。急にカクッと下がるのやめて、カクッて下がりすぎだからちょっと。この一日のスパイパー作戦なんか本気思い出すの、うん、近い距離でした。建物邪魔だし建物壊しとこうか。コマンダー、インペリアルボマーの増援です。増援です、行ってきて。行ってきて。真上を取られないように注意してください。ここはなかなか地道な当て早い。こいつはアクティブか。任せてくれ。アクティブかいきなり。ここからちょっと死亡の確率が高まってきたな。アイテムがほとんど落ちないな、またしても。ほほ、うん、死んだ。ゴムタイナ、ゴムタイナ。おい、なんか死んだ。なぜ、何があったの。またあっという間に。なんなのもん、なんなの。蘇生できないよ。全滅。何起こってんの、何起こってんの。ちょっとこれがプラズマ砲ってやつ。こいつはいきなりスローアクティブってずるいわ。ありがとう、ありがとう。これは確かに、確かにあれ腹押ししたらいた方が楽だね。また死んでる。このプラズマの狩りがえげつなさすぎる。ずるい。もう予測しづらいです。狙うのは難しい。誘導武器を使うのは難しい。こんなに投資にはほとんど回復アイテム落ちなくても本当にきつすぎる。まだ来んの。あー、また死んだ。ドレッドノート、ドレッドノート、大きいですね。そう、ビッグです。ポンポさん、こんにちは。オートマタね、だいぶ進んだのかな。まだちょっとしかやってない気がする。お、重力波、久しぶりに見た重力波。起こして死んで、起こして死んでの繰り返しになってる。なんなのこいつら、死んだ。やばすぎでしょ。こんだけいるのに回復のちょびんとしかないっていう。なんなのもう。
全滅、再び全滅ハーデストでこれか。ちょっとみんなの方近寄っておこう。敵の数に対して回復アイテム落ちてなすぎる。よちよち、もっとアイテムをください。ありがとう。どうなってんの。スナイパーしないとダメだ、ダメだ、終わり。自己再生、死ぬ死ぬ死ぬ、すげえ仲間再生してた。お手伝い一つ、ほんとこいつら真後ろからなんかドーンって爆発してくんな。もう嫌らしいの。またこれ以上増援はさすがにないと思いたい。終わった。今後はこちらも普通に来るわけか。敵の攻撃が全く待って見えない。本当に背後からいきなりドーンで爆発して死んでるっていうパターンが多いな。インペリアルボマーも四つ足を出現させる。こいつの将棋をファラオ教わったって感じだね。やっぱり確かにファラオ教した必要だわ。ここはリバーサーのファラオに任せるわ。進化した敵が出てくるよ。今さらうちのファラオ教探してもアーマーが1000しかないからもう活躍しようがないので任せます。爆風型ヒットストップで死ぬ。エグチンない。本当なんかプラズマ落としてるらしいけど全然見えないんだよな。さてこの地球防衛によって行くのオートマタの人間は別の惑星行ったのか。そういうことだったのか。人類は月に逃げたのだってあったもんね。あ、ショットガン新しいの、サプレスガンのマーク2確か。ED5 のエアレイダーが持ってるショットガンだね。あんま使い道がない。あんま使い道がない。出たでかい虫。百足鳥虫オウムカデ。もうミッション名からして嫌な予感しかしないんですけど。だって絶対あれじゃないですか。木星になってもあれはダメですよ。無理せず今日はこの辺りでゲーム終了しませんか。ダメ。はぁ、次前ですがもうお家に帰りたいです。だって。ダウンロードミッションまでファラオアンチ稼ぎ。確かに飛んでるやつしかいないしね。ただ今更アーマー100戦のやつ育てるのちょっとさすがに厳しいのでやめておきます。一応アーマー高いやつと一緒にパーティーレートガッと上がるけどやめておきます。で先は新しいショットガンちょろっと見とこうかな。敵を倒せない、その効果いる？その効果いる？倒せないって絶対使わないよこんな武器。さあとりあえず武器戻された。
剣を倒せない迫真、武器としてどうなのそれはっていう、武器としての存在意味なくないっていうのを持たされても困るわ。絶対捕まんわ、あれは使い道なすぎるわ。私はハーキュリス分も強いとは言われてたけど、なんかあんまり使ってないな。でかいムカデね。とりあえずこのままでいったな。あとは M20 ランチャーが欲しいとこかな。こんなもんかな。一人ミサイルも出しておこうかな。よく見たリバーさんの中名、初心者です、優しくしてくださいって書いてある。どこがやねんっていう。まあでもパーティーメンバーのアーマー値とか武器、どんな武器持ってるのかって見えないしね、この画面で。トムカンさん、こんにちは。優しくしてね。そしてあれ、兵長さん落ちてる。ちょっと待って、いないよね、これいないよね。サイズの方が下手ーい。その姿はもはや言葉では伝えられません。1時間に1回というよりも30分に1回エラー落ちを切るな。いなかったね、やっぱり落ちてたね。多分また入ってくると思うので待ちましょう。今日はこの3人しかいないからね、本当厳しいわよ。いつものまばたきさんは今日入れないっぽいので、本当いつものメンバーがいるあれがたみよ。野良の人誰も来ないんだもん。野良ビア食べても誰も来ないんだもん。エラーなのよ、そうなのよ。というわけで、ちょっとさっきエラー落ちしてしまった兵長さん待ち。多分配信を見てくれてると思うんだけどね。コメントがないだけで。お、来た来た。お帰り。お帰りじゃないな。やー、やーというわけで。もう一回行きましょう。デジボックスをオンライン前最初からよくしてもらいたい。本当だよ。後からアップデートで何とかなるっていうのはダメだよね。今度はいるね。オッケーね。あれってあれですよね。でもちょっとサイズの方が大きいよな。ビリにグーグル巻きついてますね。もはや言葉では伝えられません。これまで様々な巨大生物が出現しましたが、その中でも最も恐るべき姿をしています。ダメです、私あれは直視できません。目をつむっているので早くやっつけてください。目をつむっているオペレーターとして、それはどうなんだ。目をつむっている。アップデートごとにすごい怒ってる。
いやもう最初から不具合だらけだねこのゲームで、なんだかんだ不具合度合いは減ってはきてるんだけど、それでも限りなく起こらないっていうほどにはなってないしな。30分に1回起きるんではちょっとねダメだね。長くなったムカデ、足がいっぱい、足がいっぱい、死んだ怖い、カエルも速攻で死んだ。なんなのこれなんなのこれ。これあれだね、足から攻撃が出てくるから、足が多いイコール攻撃がいっぱい飛んでくるってわけだね。ネットなんてしょうがない部分もあるかもしれんけど、あまりにも枝打ちが良すぎて、でなんか若干狩猟長来てるっぽいね。これなんかちょっとカクつく、まあ、こんだけ足をうね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 してたらさすがにそうかもしれんけど、長い長い頭どこ長い。これ全部一匹ってこと？ちょっと2匹いるのかなこれ。逃げろ逃げろ。まあ難易度ハーベスト。なんか勝手に仲間が死んでる。それやめて。死んだ。そして例のごとく回復がありませんよと。こればっかりや。戦闘可能なブラザーは一人だけです。EDF の底力見せてやりましょう。これ全部つながってるのかなやっぱり。これが一斉にズイヤで狙い出したらもうそら死ぬわ。そら死にますわ。もう回復もできないから撃つしかないわ。あ、ちょん切れた。あの生物は体をちぎられても平気なようです。それどころかちぎられた部分は独立した生物。あ、でそれも火力やばいね。そうなの。というかもうハードの時点で火力やばかったからね。そもそもその分増えちゃうってことですか。ロケットランチャーなど爆発系の武器は敵を分裂させてしまう恐れがあります。やっと回復アイテムショーがちょこんとちょこんと使用控えてと言われましても、あーぐー、そこで死んだ。あの三の量よあの三の量よ。長い、遠くから見るとめっちゃ長い本当どうなってんだのからだ。一回ちょん切ったとはいえね、それでもまだ長いっていうね。でちょ、まだ戦える。でちょ、面目ないでござる。あとは任せたいよ。よちよちしてるよ。ダサ登れない。まだまだ暴れていないんだ。頼む、誰か来てくれ。一瞬バンかと思いましたほんと足から攻撃出るから、足が長いイコール攻撃の3の量がとてつもないことになってる。あんな感じで、あんな感じで3の雨ですわ。めっちゃ3が飛んでくる。どこが頭かもわからない。めっちゃ三の地獄よ。
アリに囲まれた時に3もやばいけど、それとはまた別ベクトルでやばいわ。この3の攻撃、ちょっと回復はこんな落ちてないから蘇生もしづらいっていうこの状況ね。追加ミッション敵のポイント入れつないのはいいんだけど、回復アイテムも落としてほしいな。前のムカデミッションで持ったんだけど、胴体長いじゃんムカデって、それで独立するじゃん。でも頭から尻尾までの胴体で一匹って判定されてるみたいなので、ちょん切れた胴体倒しても何も落とさないんだよね。ムカデの頭から尻尾までの胴体滑り倒したらやっとアイテムが一個ちょこんって出るっていう。厳しすぎ、エグスなすぎ、回復ないのめっちゃきついのよ。そうなんだよ、そっちの方面での難易度調整はしてほしくなかったな。できれば敵の攻撃激しいだけにしてほしかったな。回復手段がないっていうのは本当きつい。スペシャル技に回復持ちのキャラクターはいるけど、そのゲージ溜まらないといけないわけで、そのゲージ溜める手段も敵を倒す、もしくは敵がアイテム落とすなんだけど、アイテムほとんど落とさないし、ほぼ積み状態と化すというかね。ちょっと理不尽系の難しさにかじ振ってしまった感じあるね。回復アイテムもうちょっと落としてほしかったわ。この胴体分裂したパーツ一つ一つがそれぞれアイテム落として判定してほしかったね。もう一旦ダメージ食らったらもうどうしようもないっていう状況になってしまう。ファン求めてるのこういうだろうって思ってるんかな、どうなんだろうね。追加ダウンロードミッションこれ難しくしようなのはすごい分からないんだけど、アイテムはもうちょっと落としてもよかったよねって感じはするな。あら、ありがとう。しかしこれはどうしようもない。どうしようもない。とりあえず打つしかない。あっという間にピンチ。本当これ避けるも何もないんだけど、3の嵐がすごすぎて避けるも何も分かんないんだけど。飛んでる方がちゃん、なんかダメージ食らいにくいと思ったけど食らったわ。ダメだったわ。また帰りよちよちしてる。これ勝てんのかい、勝てんのかい。これでもこれとは晩酌尽きた人魚じゃるか。ハーフミー、まだ戦える。復活してまた誰かが死んでっていうのがよく見えるじゃないわ、チャットログに出てくるんだけど、そんな感じになっちゃうよね。自利品、とにかく常に自利品を強いられるんだよね。追加ミッション、お、ありがとう。とりあえずペンペンジャンプしよう。ジャンプしてる方がまだ攻撃くらいにくい感じがする。やっと自己再生、これで蘇生いける。ぴょんぴょんしよう、ぴょんぴょんしよう。こっち狙うのやめて、蘇生したいから狙うのやめて、で自己再生するでしょ。とりあえずこれで2人か、あと残りの1つ。急に難易度上がりすぎよ。
置いてやった。引っかかってしまった。とりあえずこれ全員いつだけど、またこれ死にそうだな。お、時間が止まった。そして時は動き出す。お、回復アイテム、貴重な回復アイテム。設定した難易度よりも1個上な感じなんだよね、この追加ミッションって。今ハーデストやってるけど、インフェルノやってる感じがする。でもやっと減ってきたわ。リバーサー兵長さんのこれでやっと減ってきたわ。どっち回復したか、自己再生。こんだけ減ってくればなんとかなるわ。さすがにいけるわ。結婚と主題歌。やっと終わった。超ナイス。リバーサー兵長さんのおかげよ、ありがとう。コマンダー、敵の反応が消失しました。これでハーデストよ、やばいよ。捕まえて食べてる人がいるんだけど、どうかわからない。どうかわからない。きついね、ほんとインフェルノやってる感じだわこれ。敵の火力やばすぎ。敵の防御力だけじゃなくて火力もしっかり上がるからね、こっちのデジボクの方って。確か本家の方だと敵の防御力上がるだけな気がするんだけど、こっちは敵の火力もしっかり上がってるという。それでいて回復アイテムが落ちなさすぎっていう。アサルトライフル、新しいやつ。ユーザー簡単すぎって言うからこうなった。本当ね、そんなら難しいの作ったるわって感じがこのありさまよ。せめて回復アイテムもうちょっと落としてっていう。さて次、巨人たちの戦場。写真のコマンダー元気にしておったか。ファラオシスターのネフェルちゃん、激ムズミッションの連続で使えておるじゃと。相変わらず大変じゃな。我々は大人の事情とは出番ではないが。大人の事情。お主に信託を授けようぞと思ったが、もうスペースがないようじゃ。せいぜい頑張るのじゃぞ。おい。おい。まあでもバラもいっぱい来るっぽいね。 4.1 にも当てやつだね。ってことはエルギヌスとか敵も怪獣だらけなんだろうか。昨日ゲットしたアサルトライフル、レベル2か。ダメちゃん、ダメちゃん。
また普通に準備するかな。本気の巨人たちの戦場的なミッションであれば怪獣だらけなんだろうか。やっぱり遠距離武器持った方がいいんだろうか。ハデスでもレベリオン武器使わせてほしい。本当だね、インフェルノ級の難しさあるんだからね。こういうなんか理不尽すぎる難しいの出るたんびに、ちょっとスタッフこれやってみてよって、うまいこと立ち回れるんでしょやってみてよって思う気持ちになるんだけどさぞかしうまく切り抜けるんでしょうねって感じになるんだけどねえとりあえず一人ミサイル持ち持った方がいいかな。こんなもんで行こうかな。遠距離もできるよ的な感じで。おかしまーなってる。平常さんチーム名おかしまーなってるぶつけきれないこの怒りみたいな。まあでも多分バラムーンがいっぱい来るんだろうし、バラムーンプレイヤー用のも用意してくれるんだと思いたい。ちゃんと全員分用意してくれるんだと思いたい。そしてあっという間に壊されたりして、さて何が来るかな。本家のような感じなら多分怪獣いっぱい来ると思うんだけど、またバラクだらけ来られても困るな。やっぱり怪獣だらけだ怪獣の群れがどんどん来ますよ。そしてという数お、ちゃんと言うね、全員ね。回収行ってくれ。バラムに登場し、やっぱり降ってきた。お、ちゃんと全員降ってくる。よしよし。ちょっと、ちょっと先に回収。インフェルナと一瞬でバラムが全部消える。やっぱりなんかもうデジボクの B クルが柔らかすぎるのがちょっとね困りもんだよね。ってことは乗り込んでやっちゃった方がいいか。溶かされる可能性あるね。これ乗っちゃおう乗っちゃおう。敵怪獣ダウンって感じです。これだ
そこは燃やされていける気にしない。早くも煙吹いてる。ストレートハイチョップ、シャート1匹なんだけど、これ絶対的な増援来るよね。これで終わるわけがない。赤いルキニスとかバラクとかも来そうだな。援護が必要かい坊や。これさえあれば勝利は確実。よいしょよいしょ、この辺で降りようかな。敵の死体の周辺で降りるとちょっと乗る時がね変なになりそうで。次は何が来るかな。スペシャルちょっと取っとこうかな。押してはいるんだけど取っとこう。次が来ない、次はいつ。やったぜ、ほら来たほら来た。バラクと赤ギルギヌスと、あそうだベイザルいたの忘れてた。もう一回乗る。煙吹いてるけど乗る。使い倒してしまおう。いや向こうからこっち来るの待った方が。あーアリもいる、アリもいる。うわ嫌な組み合わせ。てか向こうの遠距離射程やばいな。炎がすでにこっち飛んできてる。アリこっち来んなし。プッチプッチ届かない。プッチが届かない。とバラクをね、バラクで処分したよね。ストレートよ、ストレートストレートで、おい超えた超えた。逃げろ逃げろ。やつばっかで多分怪獣たどり着く前に壊れたね。やっぱね壊れたね。ダメだね、とてもね、ビークル弱すぎ。しまった、やられちまったぜ。このままではさすがにやばいですよ先輩。自己再生見てない、ね、あれはあれは死んだよ。あれはなんだろう、バルガー。そういうとこじゃないです。そういうとこじゃないです。
あでもまだアリさんいるから回復アイテムはまだ押してるはず、押してるはずなんだけどその場所に行けない一気に死んだ。あとワンコロリンできれば回復取れたのに全滅です。バレカがどこだっけ、バレカがどこだっけ、もっとそれどころじゃないな、バレカ見えなくない、バレカ来てるんだけど、あー痛い痛い痛い、ビターンって倒れてた、バレカがなんかいろいろと、いろいろと燃やされて蹂躙されております。もう壊れちゃったかな、バレカもしかして死に死にってる、ほんとビークでもうちょっとタフにしてもよくない、あっさり壊れやすすぎる。ステイ残ってるのが、お、時間を止めた、ひざまずけ、そして時は動き出す。あと残っているのが赤いリニューシュな、これバラックか、バラックとバラックにサイトベイザルと、あベイザルが2匹、それぞれ2匹ずつ残ってるのね。で金槍もまだ元気で動いてる、バルが出たのにあっという間にプスンプスンなっちゃったよ。ゲート回収か、ちょっと遠距離攻撃乱発しすぎじゃない、こっちのビークレス近づく前に焼かれてしまうというね、そして射程がとてつもないというね。あ兵長さんチームにもしかして全滅しちゃったかな、大丈夫かな、ギリ残ってる感じ、よしよし、平常戦チームは全滅してるっぽい、あとリバーさん頼みますライカー中の更新になっちゃってるけど、ゲージ回復用のアイテム箱をしてるね、なんかやっぱめっちゃ回復アイテムをあえて出し渋ってるに調整されてるね。ベストでもこれだよ、BGM は勝利に BGM 流れてるけど勝てる気がしない正直勝てる気がしない、本当に今季回収出しすぎだよ、ゲージ回復アイテムいっぱい落ちるからアニメ声でゴリ押しという感じにはなるかな、電気バチバチってなってる感じ、
そしてバラクの高機動高火力高遠距離の技ってちょっと手の良すぎです。もう持ちません。あれは確かにフェンサーじゃないと無理だな今の感じ。フェンサーの高機動っぷりがすごいわ。ピンチ。HP ギリギリになっちゃってる。ピンチ。これがハーデストと思えなさすぎてどうしよう。どうしよう。これ敵同士でフェンドリーファイヤーがないってもずるいよね。こっちあるのに。この辺のアイテムもみんなゲージアップ系しか見えないな。回復ないんだよね。こういう時レンジャーのあ、来てるですリバースお疲れ様です。レンジャーリバースシューター欲しくなるけどローリング性能的に微妙っていうのがなかなか難しいわね。すまない A のよ。あそこまで粘ったのすごいよ逆に。ごめんね。ここハーデストいけるかな。難易度落とすっていうのも 手ではあるんだけど。どうする、難易度落とす。できれば最後の方のミッションまで一回行ってみたいっていう気もあるしな。いける、大丈夫。さすがうちのパーティー特にいじるもんがなくての何もなくての、うん、ちょっと火力上げとくかな。でも連射性能落ちるな。レベル4武器使わせてほしいわ。ミサイルはちょっとフォークいまいちかな。ドライフ持って撃ちまくるかな。射程短いな。体力バカ高いね本当ね。人数が増えれば増えるほど敵も強化されてはいるんだけど、ハーデスと思えないほどの敵の強さよ。同じの持たせようかな。あ、あとしたの。アーマー上限、そうなんだ。
まあ達成率がないので武器とかアーマー上限全部有効になっております。残念ながら。ここミッション名巨人たちの戦場だけど、巨人たちが蹂躙される戦場っていうミッション名の方がいいような気がする。ほぼ活躍できない。2体ぐらい倒したら終了する。敵に焼かれまくっての。ではもう一回このまま行きましょうか。武器箱回収だけして、あともうやっちゃう感じがいいかもしれないね。ちゃんと全員いいね。 OK。 怪獣の群れがどんどん来ますよ。なんという数。コマンダーバラムに登場し迎撃をお願いします。出し惜しみはなしですよ。バラムの最大打撃力を敵に叩き込んじゃってください。叩き込む前に大体壊されるんです。特注品です。きっと役に立つはずです。ちょっとだけ役に立つ。ちょっとだけね。ストレートが出るコンボ、飛びが出るコンボでいく。弱冠ストレート空間直球アッパーみたいな。ソファイアやめて、ソファイアやめて、ソファイアめっちゃ潜るからやめて。ここで完成されちゃってしまう。ほんとディークの耐久力もうちょっと持たせてよ。ぶつかれた。ビタン。なぜか90度方向転換した。来たれた。チョップで。パッパー。このコンボで行く。頭に入ると結構5万6000とか行くんだけど、もう止まるんじゃないや。射程外から皆さんお乗りください。皆さんお乗りください。3匹狙われている。皆さんお乗りください。ダメで壊される瞬間。まあでも今おとりにはなってるかな。ある意味はい壊された。
一匹。次が問題よ。これはもう進む進んだしな壊れかけだしな。お前たちと踊りになってもらう。しかもこの役割はないわよ。ほら遠距離からめっちゃ燃やされる。ほらほらもう降りる。でアリも来てんだよね。任せてくれ。そこ行くぞ。ちょっとまだ射程が伸びない。ビンゴー。逃がさない、逃がさない。そこビンゴー。ビンゴー。逃がさない。仕方ありません。ある程度処分しとかないとバラムとかが一気にまずいことになっちゃう。そこで焼かれる時から、もうあの自己再生した瞬間に吹っ飛び、意味がない。再生とは一体って感じになってるな。もうまたこれだよ。もう何もしてないんですけど。全滅、全力で詰まない。さっきよりもダメだわ。めっちゃ集中砲火されると声だからもう。プラン B が間もなく到着します。あれは了解。前方も一斉射撃。ご存知、これにして自己再生した後にまた敵の攻撃ボボボボクラって気に必死になったのがね、あれが感が。自己再生した後スペシャル技打った後ちょっと1秒ぐらい無敵時間欲しいね。タイミングが全く持ってないわ。これ別にアリとかいなくてもです。そう、結構昔から担当じゃないって気もするんだけど、アリとかいるからバラムとか出せないから結局こういうアイスになっちゃうんだよな。アリいらんかったと思うんだけど、アリいなかったらいなかったで回復アイテム復活するか難しいな。まあ要は回復が次問題。あと怪獣が遠距離攻撃しすぎ問題。超火力超射程でやっていくのもちょっとやめてほしいわ。せめてどっちかにして、超火力だけど射程が短いとかさ、もしくは超遠距離だけど火力がないとかさ、両方持ってるのちょっとずるすぎるよ。
解放。本当、ユーサスさんのうまいプレーを授かりにしてもらいたいもんして。詰めていこうとしないといったこ。スミクさんこんにちは。ちょっと味を優先的にやっとこう。時が止まった。そして時はそのうち動き出すよ。そして時は動き出す。フフ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 。またデイザーの謎の挑発が来る。こっち来たなんやねん急に急にこっち来たよ。リターンがもう即死だしな。なんで判定がラグってる。結構離れていたのに。ダッシュ攻撃食らった判定になってる。帰りの方を蘇生したい。自己再生するでしょ。でもう一人蘇生。こんな感じでいこう。なんとかこれで。ザワールド時を止まれ。そして時は動き。マジでみんなバラムとか乗ってないもんね本当に。もう来ないよね。ナイス。もうさすがに来ないよね。
終わった、やったぜ。いげつなすぎるぜ本当に。コマンダースカウトチームから緊急の指令です。四足歩行要塞の所在が分かりました。バラン、バルガと共に向かいましょう。いやもうリバーちゃんの兵長さんがナイスですよ本当に。私はただのお荷物です、お荷物です。敵を強くしてるだけのお荷物ですわ。見ていいのかな本当に。難しすぎてちょっとモチベーションがドゥーンでどんどん下がっていってんだけど。これが霊峰チェルウェーノの見つからよ。ファルコン LR これ持ってるな。武器かぶるねやっぱり。いてくれありがとうありがとう。次が四つ足っぽいね。要塞攻略作戦。バラの修理も間に合ってよかったにゃん。ソーニャ、シュファーデューの大きなお友達がみんな協力してくれてバルガを直したんだにゃ。徹夜作業で大変だったにゃ。速攻で壊れたけど。フニャン、シャパリの出番かわいだけにゃ。マジだり。だって、ミッションに関しての説明一切ありません。まあ、四つ足が見えるから四つ足くんだろうね。装備これでいいやもう。これでいいやもう。インソーで何回もやられた。ほんとすごいよ。ハーデストで声だからインフェルノさらにもっと敵が凄まじくなるわけで。すごいわ。多分ハーデストオンラインマルチもっと安定しようと思ったらアーマーもっといるんだろうねこれ。まあアーマー上限かかってるけど有効になってるけど。今度は四つ足だから中に潜り込んでバカスカしないといけないんだよね。四つ足最初の方で初萌え見えした後にしばらく出てこなくてまた後半の方にちょろって出てくる感じなのね。追加ミッションは全部で11あるらしいからある意味ラスト1個前のミッションに向かう挑戦する感じなんだけど、さっきの9度も相当やばかったしな。また全滅するかもしれん。っていうか多分するだろうな、 100% するだろうな。敵が何来るかは分かんないけど、四つ足以外何来るか分かんないけど、一応スナイパー持ち替えればなんとかなるかな。なんかレッドドローンとかそうそう混ぜてきそうな気もしなくもないけど、まあなんとかなるんじゃないかな。スナイパーいるし、その他のメンツがちょっとソラン的に対してどうしようもない感じはあるけど、射程まあまあかな、108割ればいいかな、こんなもんかな。お二方がめちゃくちゃ入念な準備してるあたりやっぱり相当難しいんだろうな。寝落ちしてたさっきのミッションやっとクリアしましたよ。お荷物でしかない私です。私でございますけども。レベルを使えないから迷う。それはあるね、確かに。この敵の強さはレベル3までしかないっていうのがね。アクセサリーは純粋に介護看板に手にすればいいけど、武器に関してはそうとは言えないもんね。レベル買うだけでだいぶ性能変わる武器もあるわけだし。といって難易度インフェルノ設定したら絶対勝てる気がしねえってなるから
ハーデスで行かせてください。パチパチありがとね。先のミッションマジで私の成果は何もないと言っても過言ではない。最初のバラムでちょっとボコボコしただけだわ。完全にバラムのおかげだわ。あれは増援2回目来た後がもう活躍の場は全く持ってなかったわ。火力やばかったよ。さっきから言ってる通りやばいよ。まあ見逃した部分はアーカイブとか見てもらえればいいかな。そうそう、一回食らったらヒットストップでガガガガガって一気に削られて終了しちゃうんだよね。全部ただヒットの攻撃だから起こしに行けないってなっちゃうのよね。まあアクセサリーによってはヒットストップ軽減もあるけど、他のアクセサリーつけたい時もあるからそう思ってられないしね。もうひたすらやばいしか言うことがないわ本当。もうハーデストでもやばいわ。早くもバラムが、じゃなくてバルカがパタパタ移動している。来ている、すでに。といっても四つ足とバラムとバルカって相性悪いんちゃっていう。活用しと言われても食らうの攻撃どうなの。弱点真下だよね。見てください、四つ足の胴体にあるハッチが開いています。ハッチ内部の赤い部分を攻撃し、このミッションまだ楽。そうなの。あー、マンティスがいる。マンティスとバラムもちょっと相性悪いしな。ちまちまいるか。言わずにいくか。お兵長さんは バルカに乗った。ちょっとおとりとして別巻き技にちょっと横からドーンドーンやるとこかな。マンティスの爆発をもろに食らっちゃうと思うんだよね。バルカとかバラムって。なのでちょっと離れてちょこちょこ行くわ。そしてシディロス、あれもバラムとかと相性悪いな。もうやついる。その急にカクンって下がるのやめて。本当もカクン下がりすぎ。任せてくれ、好きな地でござる。竜巻に任せましょう。レストランマンティスがリングした時は注意してください。シネロス行こう。でデカめの敵をガリガリいきましょう。あこっち来た、届かないですよ。男は完璧やねん。どっかのネタで見たいんですよ。対抗できませんね。あらら、自爆のダメージか。何きれいにまとめてんねんっていう。はぁだわ。BGM 変えて。かっこいいやつ。このノリは嫌いじゃないけど、むしろ好きだけど。反撃開始です。
ですよ。 EDF EDF やけくそEDF EDF 任せてくれ。いろんなもの戦争になってきちゃったよ。拍手が厄介だなこりゃ。こっちもゴートシュライク。助けさせてくれよ。ゴートシュライク。ビービーって聞こえた。あっちはこれ四足から来てんかな、それとも普通に飛んできたのかな。もう一回行こうとしないく、2個取っちゃった。おいしい、なんかめっちゃ食らったん。8位とも何が何が分かんなくなっちゃうからやだ。ていうかあれだよ、プラズマ落としてくるやつもいっぱいいるわ。こちらもやだ、こちらもやだ。任せてくれ。そこフィーザー、マジでごっちゃごちゃだな。ドカンピュンピュン来てんだ、四足から来てるわ。これこれちょっと何をどうしたらいいのかも困るっすね。これわかんない。一緒に消す時あればいいですね。まあ地球防衛軍じゃなくなっちゃうな、そうなると戦力もヘッドクレもなくなっちゃうな。銀雲も加速して、また銀雲の変な攻撃力、何なのもう。あっちも勝った。しみしみ自己再生、押してまいる。どうしたらいいんだこれ本当も画面がうるさくなってきたよ。雲がな、多分4速から出てんだと思うんだけど、雲がな。そして向こうに指導室とかいっぱいいるじゃん。証拠材な、行くでござる。任せてくれ。一旦4速から離れておこう。プラズマの爆風がおかしいから本当。時間が止まった。クモとハチコンビというか、もうこいつら単体だけでもやばいっす。デジブクに関してはやったら火力の高すぎる本当に。押してまいる。あとプラスも落としてくるやつがね、
超範囲の超火力なのがどしもですわ。で、上ばっか見てると今度は雲の糸に巻かれるっていうね。雲相手すると上から針がブスブス刺さるっていう、ね、地上相撲が飛んできたようで、何なんやこれも。本当プラズマ野郎をどうにかしたいんだけど、どうにもできないなこれ。敵の他の数が多すぎて。おナイスを失わらし、ナイス。おう、上向くと3、4、4の全くまた分からないカメラワークだから本当どうしようもないなこれ。本家の方だとまだ上向いてもそこそこ周りは見えるんだけど、こっちの方だと見えなくなっちゃうもんな。雲の硬さ、本当もう本部からのビークルが支給されています。活用してください。自己再生敵一緒ギアに置いちゃもう何したらいいかわからん。どれから倒したいのかわからない、本当に敵にすぎて。敵はね、イール敵に入りませんよ。同じのばっかりかぶる、しかもレベル2っていうね。ハーレスやってるんだからレベル3出てきてほしいわ。スマどっかにあるかもしれない。あ、そういうことか。スマ様子全然見なかったけど、そういうことなのね。様子見に行こうにもいけない。もう楽しいよりもなんか宇田さんが上回ってしまうなこれは。敵にすると動けないなって思ったのに。で、巣があるかもしれないってことだけど、おお、破壊成功、すごい。ナイス、ナイス。比較的レーダーの赤い丸大きいの来てみたんだけど、シードスいただけで巣じゃないなこれは。はい、全滅。なんでこんな狙われてんだろうか。つまり、ね、ほんともう難しすぎて、ちょっともう
いると。クモメガというかもう全部何もかも全部恨めしいわ。ほっともう。蜂ですらこの硬さよ。これまた忍者ブラザーに蘇生されてないな。遠く置き去りだわ。敵また穴かすぎてダメだわ。でなんかヒューヒュー落ちてくる音聞こえるしね。増援機すぎだよ。これラストから1個前です。口に当たつもりのシリアスは当たってしまった。楽しくさせてくれよ。Are you ready? 行くぞ。結局スッてどこにあったんだろうかわからない。なんだかの敵の数は落ち着いてきたんだけど、敵って落ちたんだけど、蜘蛛の巣食らっただけでこれよこれよ。そしてこの硬さね。ラストのミッション11が相当ヤバいらしいよ。それに比べたらまだこっちのミッション10まだマシってさっき話あったんだけどそしてね、すでに自分がヤバいわ。なので次のミッションとかも来たらね、どんだけ自分が活躍できるかって問題がね。不安でしかないよね。座標を確認しました。急に咲いてる。任せてくれ。許さない。ビンゴー。そこ次の弾リャー。終わったかな。終わった感じがしないな。レーダーの映せない敵がいるみたい。あ、雲がビョーンってしてる。まだいるわ。これ全部かな。スペシャルのチャンスですよ。腕のとかやばそうね。もう全部やばいです。全部のミッションがやばいです。これできっとまた地球は元通りに。ほんとリバーさんと兵長さんナイス。なりませんね。結局4すぐほとんど相間見えないまんまね。これは戦ってないまんまね。いつも壊れてたわ。復活。一人だとストレスマハだったインフだよね。今のこの状況でもちょっと自分やばいですもん。今度は兵長さん MVP。 プラズマグレートキャノン。トイレ行ってくる。了解。
確かプラズマグレートキャノンって本家の5では結構猛威振れてた武器じゃなかったっけ。何キャノンか忘れたけど。他ユーザー待っていますよと待っちゃった待ちましょう。次のミッション11が相当やばいらしいよ。ダークレジオンでできたからダークレジオンと戦うのは間違いないでしょう。そっからさらにいろんな敵がわっちゃわっちゃ来るんだろうね。多分物量がやばいって言ってたもん。ダークレジオンがもう10体ぐらい出てくるかな、もしかして本気じゃない、本編のミッションの方だとダークレジオン何体だったかな、4体だったかな。次がラスト、資格なき蹂躙。コマンダー、やはりダークレジオンの仕業でしたね。いえ、地球を私たちを分断しようとする力は常に存在し続けている。でも何度バラバラにされても私たち EDF に撤退の2文字はありません。このミッションパックのグランドフィナーレ、もう一度勝利の2文字よ。そして市街地戦か、ビルが邪魔だね。これダグレージも一番弱いラスボス、その他の敵がヤバいってことか。さっきのプラズマグレートキャノンちょっと見とこう。お、レベル4きた。装備できないけど、チャージ、まあ5のウィングダイバーの武器だしな。ただ威力はなんか弱いな。本気に比べてなんか威力がちょっとしょぼく見えるな。まあ捕まんかな。ダークレジオンはジコルノだけ注意すれば置物。そうなのってことはダークレジオンをほったらかしにして他の敵をやった方がいいって感じ。少し教えて。永久に手出してくる。うわ、永久に出してくるのか。ってことはやっぱダークレジオン先に倒さないとって感じになっちゃうかな。一定割合以下で増援のウェーブが来る。なるほど、そういう流れなのね。ってことはどんどんこっちがピンチに陥っていくって感じか。ダークレジオンも出してくるわ、増援も来るわで、完全物理を抑えていく感じだね。確かに波をついたらダーク減らして次のウェーブ行かないとやばい。想像がつかない。敵がいっぱいできたらとりあえずある程度蹴散らして、でダークレジオンやっぱりなんか複数いるってことなんかな。これは本家と、本家じゃない、本編と同じようにダークレジオン出す手下はアイテム用。なるほど増援の方集中した方がいいって感じか。まあ多分私的に多分大物をやるよりも敵の数減らすので精一杯になるから、
目の前に映る敵をひたすらやるだけって感じになるかもしれない。あとはどういう敵構成かにもよるから、とりあえずこの装備のままいっかな。一度リミスしたら死ぬ、ただ私的に初見なので一度りが分かんないからなんともあれだね、やってみないと分かんないね。まあそれプラス一度りというのがね、そもそも私できなかったわ。そもそもいろんなゲームにおいて位置取りとかしたことないわここどことかやってるから。のでまたお荷物になるけどごめんね本当に。あ、ちょっと今のうちに私もちょっとトイレ行こうかな。ちょっと待ってねと思ったらなったわ、行きましょうなったら行きましょう。最後のミッションだけは特に特別なローディング画面は来なかったね。なんかまたあるかなと思ったんだけど、倒せるかは分からん、まあ、とりあえずやってみないとな。見ないかな。あれはダークレジオン、四つ足の中に潜んでいた。これは大変です。敵の反応です。ファイターに本エリアに敵勢力が集結しています。コマンダー戦闘開始です。黒いモヤモヤの敵がいますよ。あのモヤ、やはりダークレジオンの生き残り。その話を言ったんだい。任せてくれ。そっか。赤いのはいなくなったかな。アフェクトリモの新車でいける。援護が必要かい、援護が必要かい、ボーヤ。巨大生物の反応です。また来ます。今度はダルガが来て、
真上から来る？そうなのね。いきなり降ってくるのね。確かにムカデがうねうね空中から来た。また三の雨にやられた。もうなんか集中砲火されてる。何もしないのに。しかもこの中で長いタイプだわ。2匹いる相手がブリーチした方だわ。ある意味ぬかでの真下のアンチッチャーの力がある意味そしてぬかで囲まれやすいっていうね。走っても食らう。ちょっとマンティスの方やったか。ムカデはもう知らん。ムカデももう知らん。さてムカデやろ。とヘクトル組み合わせちょっと先にムカデやる。敵の航空戦力が接近しています。迎撃してください。了解。援護が必要かい坊や。行くぞ。マンティスこっち来ちゃった。任せてくれ。楽しくさせてくれよ。ゴートシュレイク。
全体のプラズマを落とすやついるよ。超天敵。マジスタグルメやかい謎の爆風で死ぬ。こればっかりやもう。マジスタグルメやかいのプラズマ野郎がもう。ゴーインゴーとしないで。飛んでるやつお尻マンだよ。そして隕石も降ってくるという。カメラワーク的に全部見切れないから、見えないから。うん、そして無理だな。謎の爆発、こればっかり。すべて誰が出てるの。なんか回復落としてるでしょ。でもできればでかい方落としてる。でちょっと帰り蘇生して。おーのー、おーのー、全滅。ラグレジョンのあのビームにやられた。今帰り蘇生してんぞ。こだったのに。ありがとう。サンキュー。ありがとう。ありがとう。金が死人できないほどの超撃力攻撃やめてほしい。ルーツに復活。回復アイテム取りまくれない。今のうち取りまくれない。で、怪獣が殴って、あーまたバラクだよ。とりあえずバグ出すときかんやめて。ほんとできる先になんかあのシード装甲に追尾するんだけど、何だよ。何の爆発これ。ダークレジオンが四足歩行要塞の中に。ダークレジオンは6体だけじゃなかったってことでしょうか。わかりません。
球を元に戻す方法を分かりました。あのダークレジオンで他の敵を全部やっつけるんですよ。そうです、コマンダー、全ての敵を倒してください。あー、またバラク邪魔する。好きな地でござる。レーダーに反応、敵戦力の勢いが止まりません。この状態の時が止まった。うわーっ、吹っ飛んで状態の時が止まった。あ、なんかちょっとタイムラグが2回連続動きが止まった。回復ないな。ここまで戦ってこれたコマンダーなら必ず勝利できると信じています。ガンマですよ。仲間倒れてる付近にいっぱい敵の増援が。相手めっちゃ土下座すまない、土下座すまない、ありがとうじゃないか。すまない。どんどん敵が増えていくね。まだまだ暴れ足りないんだ。今デカ物処理しきれない状態なのよね。てかバラクが邪魔なんだよね。全力で。まだバラクいなかったら事故らないんだけどな。最近ダークレジオンのエイケルビームでさっきやられたしな。自己病床いっぱいあるか。みんな頑張って、よちよち歩くしてるわ。ありがとう。だがしかし、だがしかし、どうしよう。キングもいる、でかいクマもいる。やりすぎ、マジやりすぎ。これとりあえず全身出しとけ、いいだろうって感じのやめて。しかも銀だしね、普通のじゃないしね。そしてまた燃やされる。バラクがもうバラクじゃなくてすごくエルビンスと感じてほしかった。純粋にこれぶっちぼうに押し負けるって感じだね。本当感謝する尽きた人間さんか。そしてバラクとレジオンが事故るという。
しかしここはどうしようって感じになってしまうよ。とりあえずヘッドルだけでもスピンショットやっておこうか。ヘッドに死んだでしょう。ほんと銀行の糸かすりだけでも SP 半分持って帰るんですけど、ほんとこのイカ力なんなの。もうそして帰り蘇生してくれてありがとう。安全地帯が一個もないな。どこもかしこも囲まれてんな。時よ止まれ。遠くから糸が引っかかった。戦闘エリア内に救出を必要としているブラザーがいるようです。銀行の糸かかるだけでなんか3000くらい HP 持ってかれるんだよね。ちょっとかするだけで。地球防衛軍ナンバリングの本気の方でもそこまでひどくないよね。蜘蛛の糸かすだけで3000持って帰れるとかなかったよね。さすがに。まだ戦える。ちょっと超火力すぎるわ。まだ戦える。ほんと兵長さんのリバーさんごめんね。対して何枚くれたかもほんとごめんね。泣きたい。怪我ないでる。援護が必要か。了解。全方門一斉射撃。この遺跡の範囲もなんか超範囲すぎるしな。誰か来てくれ。まだまだ暴れてないんだ。頼む。ありがとう。強すぎって叩かれてもおかしくないよこれ。まあ叩くほどやってる人が少ないと思うのは致命的な問題なんだけどね。そもそもがね、最初の方のオンラインでやらかしたから多分人がいなさすぎて。止めてゴッと食らった今。難すぎるとどんどん無言になっちゃうよね。
ハマってたんですけど、今なんかめっちゃ敵集まってんの。何これ、なんでこんな集まってんの。そしてまた全滅。その間の時にちょっかいかけたら嘘はないと思うんだけど、主に銀行も私移動するぐらいしかちょっかいかけてないんだけど、なんかめちゃ含まれてる。でもヘイトもどうなってんかよくわかんないんだよね、このゲーム。さっきダークレーションカーの中でビーって飛んできたし、どこにやってんのかよくわかんない。本気よりも明らかに長いもんね。とりあえず超火力超射程やめてほしい。なんかここいけない、見えない壁があるみたいでいけない。ダメだ、いけない。そしてまた増援の鍵が見える。待ってる、向こうで待ち構えてる。ほんと本気よりえげつないな、これ増援来すぎたわ、さすがに。頑張りとしか言えない。もしシリロスとマンティスの方が機動力あるから先にこっち来ちゃうんだな。ベクトルとダルガはゆっくりのしのし来るから、まあまだ余裕はあるんだけど。バラクの調査艇火力よ。だって兵長さん死ぬももしかして全滅したのかな、兵長さんのとこも。そんな感じっぽいな。これはまずいよ。ギバーさんとこ集中を抑えてるぞ。超まずいぞこれは。アイテムをしてる方もちょっと減ってきたね。まずいね、デコボスばっかだもんね。バラクもオーラまとってるから多分硬いんだろうしね、倒したいところではあるんだけど。事故の原因のバラク、とにかく残ってそのままの状態でやるしかないって感じの状況ではあるね。土下座してんだけどね、土下座するしかないんだけどね。どんどんみんな集まっていくよ。お、復活した。お、ナイス。
本当アイテムの数が減ってきた。まずい。遠くの方のアイテム見えないだけかもしれないけど、この辺にはあんまりない。面目ないでござる。援護が必要かい、坊や。クモがまだ元気にピンピン跳ねてるな。空気がもうやめてほしい。ありがとう、ありがとう。とりあえずマンティスだけでも満喫はやったけど、どうしよう、どうしよう。任せてくれ。そしてバラクもなんだかんだ倒してる。すごい。まだまだ暴れてないんだ。頼む、誰か来てくれ。回復アイテムがやっぱりもうあんまり見当たらないな。気が止まる。でもなんだかんだもう増援来ない感じかな、これ。あ、でもレジオンの HP 減るたんび来るんだったっけ。とりあえずピンクもやっとこうと。一番事故で任せてくれ。そして新しい増援まで来る。まだ暴れ足りないんだ頼む誰か来てくれ。お、これが最後のダークレジオンだと信じたいです。ダークレジオンやったね。残りの敵もやっつけてください。ダークレジオンは倒しました。残りはわずかです。すごい、あの状況でよくここまで。すごい、あと残ってんのはダルガとシリウスだね。そう、いいセンスだ、超ナイスだ。やりました、すべての敵をやっつけました。ハーデスと思えない。どうしたんですか先輩、あたりをキョロキョロして。まだダークレジオンがたくさん来ないか警戒しているんです。武器の関係もあってインフェルノがきついだよね。リバーさん、兵長さんのおかげです。ありがとう。あ、このエリアの近くが修復されましたよ。
ダークレジオンの反応は完全に消えたようですね。いやー、すごい戦いでした。これで地球も元通りになりました。お見事、お見事です、コマンダー。二度も地球を救うなんて。口調がやばすぎるね、本当に。あなたこそ私たちの英雄です。お、カエルがいる。ありがとうございます。それでこれからどうするんですか。私たちの戦いに終わりはありません。またいつか次の戦場で。次回作のフラグみたいな。それでは、せーの、 EDF EDF EDF。 Thank you for playing 特にスタッフロールはなかったいきなり画面が変わった。そういえば総司令の出番もなかったの今回。気になり上やらないと圧殺される。ポイントね。これがレホチェルウィーノの見つからよ。全敵出してきましたって感じできたね本当に。ミサイルミラージュビビアンをゲットした。バカじゃねえのって感じになる本当。休む暇はなかったね。自分が死んでる時ぐらいだったね本当もう調整バカじゃねえのって感じじゃないこれ本当。敵の超火力やばすぎる。物量としてくるのはまあ EDF だからいいとして、超火力はやめてほしいな。まあ何はともあれお疲れ様でした。超感謝する。リバーさん、平常さん、本当ありがとうね。命の恩人です。お前は英雄だって感じたわ本当に。もう自分がやったことってもうね、最後のミッションはわりかし倒したっちゃ倒したけど寝てる時間の方が多かったしな本当お二方いなかったらクリアできなかったわ。というわけで難易度ハーデストだったけども追加ミッションは一通りいけました。兵長さんもありがとうね。ちょうど区切りもいいことです。今日の配信こちらで終わらせていただきます。ちょっとね理不尽度合いが高すぎてね、インフェルノやろうって気がしない。正直もうハーデストでもういいやって感じになってしまった。まだアルマゲドンとかサーニー上とかあるんだけど、まあ無理、もうここでお腹いっぱいって感じになっちゃった。というわけでデジボクの配信も一旦ここで区切りましょうかね。きっついもハーデストの時点ですでにきっつかったです理不尽祭りになっちゃったよもう。ハンちゃんマン、まあまたなんかたまに起動するときあるかもしれないけど、とりあえず一旦連続してのデジボクの配信はここで終わりかな。やりすぎ、そうそう、いくらなんでも理不尽の難しさに割り振り切りすぎ。せめて敵の火力を抑えてほしい。あまりにも高すぎる。銀蜘蛛の糸で3000持ってくって何なのっていう。でわらくの炎ブオーであっという間に焼かれるしね。しかも超遠距離だしね。追加ミッション難しくする風習とはいえさすがに難しくしすぎだわこれ。アルマゲドンは最低限50万アーマー必要。そんなやり込む人いるのかなって感じだしな正直そこまで50万まで上げちゃってなかなかいないと思うよ。本家の方もそんな50万とか行く人あんまいないよね。というわけでこれ以上は無理です。私は無理です。これ以上はインフェルノは無理です。ハーデストでもお腹ポンポンいっぱいになったので、デジブクの連続の配信は一旦ここで食い出していただきます。
たまになんかやりたい時あったら、まあ単独で単発でちょっとやるかなって感じになりますので、その時また見かけたらよろしくお願いします。というわけで今日通してくださったリバーさん、平長さん、お疲れ様です。ありがとうございました。そして今日来なかったまばたきさんも、これまで一緒に戦ってくれてありがとうございます。また何か言う時あったら一緒にやりましょう。あと地球防衛軍6まだかなって感じだね。そっちの方にも期待しつつ終わっておきますね。またツイッターの方で配信の予定とか書いておくので、よかったらご覧くださいませ。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それではまた。